磨けてるかどうかということは誰にも分からない。リングが1分で閉じる。時間は無駄にできないわ。ここに書いてあることを単に行えばいいとも限らない。そしてそれを考えてみれば、結局どこの国の民族がどこの国の民族リングは遠いぞ。ゴキブリども、あと45秒、ガサガサ攻撃開始だ。私は社会に向かって叫びたい。ドリルが穴を開けられるといいぞ。どの会社がいいか、回復中だ。どの会社がいいか、リロード中。選択として選ばれた会社がいいとか優れていってわけではない。ヘルミット社会で全体に山を使ってミサイルを発射する。それを届けたいのも会社がいい会社で優れたにして、言葉がわからないが、それに依頼してこうやって回転ができないでもおかしいし、私というのはそういった考えのもとで、リードの中話が通じない。第一、話をしようとしても全員バラバラになって話ができようがない。アルティメットが使える。遊びをするにも。キリトシールドを展開。キリトシールド使用中よ。待て。風も回復中だ。回復中。警戒してろ。私は大丈夫だ。で、手助けをするためにまず金持ちの人を引き落とさないといけない。この人が間違って全員の人に気づくべきだ。全員の人に気づいて全員の幸せを享受して全員にサービスを届けようと真心を込めて頑張るべき。それが正しいであれば正しい社会人だ。それができないやつは社会人でもない。逆にその精神から持っているのは働いてなくたってその人としてだけ社会人だ。そういった社会性がない。私はアスペレガー症候群ではこの意味を言うので断じてない。発達神経症というのは能力があるというふうに伝えることができるが、疲弊症でも間違っているのは社会の方だから、ギフテッドの人間はおかしくなるというか、確かにおかしくなる部分もあるが、また社会の考え方は他にもおかしな点は、ギフテッドが障害者とか発達障害者と捉えられないと支援がいかない。能力があるのだからと性能は科学的に日本はことに性能をするあくまで全部の利用を受けます。
置いておこう、私は。